エレト甘い色の長い髪を風が優しく包む乙女は胸に白い花束をこんなんでなるほど。あ、これは2003年広島県議会議員選挙に初めて立候補した時テーマソングにしていたという曲をアカペラで披露してくれた河井案里議員。去年6月の参議院選挙期間中、テレビ東京は単独インタビューをしていました。朝から演説大変だと思うんですけど、どうですか、演説の反応はいかがですか。だんだん日増しに良くなってるような気はしますけど、そうですね、顔と名前がだんだん一致してきたかなっていう感じです。なんかやっぱ参議院選っていうとやっぱ全権じゃないですか、そのあたりっていうのはなんか苦労ありますか。いや、ありますね。私は全然今組織がなくて、草の根でやってますので、各地に講演会を作って、でそこで立ち上げていただいて、っていうことをこの、3月13日に公認いただいてからやってますので、非常にタイトな中でやっていて、その苦労はありますけど、ただやっぱり人の講演会に乗っかってやる組織型選挙っていうのは、どうしても有権者との距離ができてしまうので、その意味では直接有権者の皆さんとやり取りできるっていうのはありがたいと思ってます。なるほど。はい。今日ですね、東京の方から菅官房長官、応援に入られると思うんですけれども、それっていうのはやっぱり心強いと言いますか。いや、本当に私の最も尊敬する政治家のお一人であるので、本当に来ていただくっていうことはありがたいと思いますし、官房長官がこうやって東京を離れて、応援に入ってくださるっていうのはなかなかないことだと思うので、よっぽど心配、ご心配かけてるんだなと思って、この広島の選挙区っていうとですね、もう新聞、地元紙、産経新聞とかでも書かれてますけども、やっぱり20年ぶりのですね、2人区への2人擁立ってことなんですけれども、そのあたりのこうなんか地元の反応みたいなのはどうですか。まずその参議院選挙っていうのは、日本で唯一残された中選挙区制なんですよね。で、中選挙区の時代は当たり前だった同じ党の中での争いっていうことに、みんなもうそれを忘れてしまっていて、慣れてないわけですね。ですからそのあたりで戸惑いが生じてしまってるっていうのはあると思います。ああ、なるほど。じゃあある種ライバルというのは、同じ党の溝手さんであったりっていうのも、もうライバルってことですか。でも私は今回の選挙は、自民党的な考え方かもしれませんけれども、自民党が2人取るということが自民党としての、勝利の結果だと思ってまして、どちらか一方でもダメだというふうに思ってますので、私はでもオール自民党で、いろんな派閥の先生方にも応援していただいてますので、本当に自民党の公認候補ということで、そういうなんか派閥とか、そういった古い枠組みっていうのを打破をする役割が私にはあると思ってますから、そういうスタンスで戦っています。ああ、なるほどなるほど。タスキに書かれてますですね、はい、その花咲日本っていうのはですね、花咲日本です。これは、どういう、これはね、思いが、私が考えたキャッチコピーで、日本の未来に花を咲かそうっていうのが元々のコピーなんですけど、それを短く縮めたのが花咲け日本で、花っていうのは、これは日本の国民の皆さんの可能性ということなんです、皆さんの可能性をこれから大きく開かせる新しい令和の時代を作りましょうという思いで。なるほど。なんか今回その
菅さんと岸田さんの代理戦争のそのまあ広報みたいなこう言われることに関してはなんかいやそれはまあご本人同士の問題ですし、うんうん、私がどうこう言えることではないですし、うん、私はまあ自民党の公認候補としてとにかく2議席を取るということが、その自民党の利益にもなりますし、またあの将来の日本の今価値観がすごく大きく変わっている、変わりつつある潮目の時だと思うので、そういう時に、まあ、私の訴えをぜひ皆さんが聞き入れてくださればいいなという思いでやってますね。そもそも2人擁立するっていうこと自体がすごくハードルが高くて、うん、2人っていうところを決して認めないというような状況だったのが、だんだん2人っていうのがまあ規定路線になって、それで今度は私か、別の候補の方かっていうことになって、っていうようにだんだん軟化してきてるなと私自身は思ってましたね。なるほど。そういうことですね、はい、結構最初ここでってこう言われた時は、はい、いやなかなかしんどいなっていうのはありました。いやでもねやっぱり戦いは戦わないとね、政治家というのはね、それはもうあの他党でもあの、自分ところの候補でもっていうような感じですか。まあ、私はずっと、まあ、政治の世界入って16年なんですけど、ずっと戦ってきてるので、それは戦うことは当たり前なので、戦わなければ自分の意思は相手に伝わらないですし、それを実現することもできませんので。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。